どうしたんですか。今回は真人くんから謝罪があります。いや、急に切り替え早すぎて僕マジでびっくりしてる。台本では俺が謝ることになってます。すいませんでした。すいませんでした。今回さんが、いや、だね、猫は悪くないです。飼い主が悪いんです。いや、なんかブロスタの高評価をもらった人たちがなんかプレゼントもらえるみたいな企画で、まあ猫出しとけば高評価いっぱいもらえるだろうって思ったら全然勝てなかった。はい、今回はソラちゃんにガチャを引いてもらいます。超かわいい。これソラ引き、さあ当たるのか。いけいけ。スターパワーを。雑すぎ。ボロ負けしました。どうすると、草の人に猫出して負けるのは結構やばい。まひとくんごめんよ、みんなファームのみんなもごめんよ。でもまひとは裏で、まあ高評価押さなかったファンが悪いっすよねって言ってました。なんか勝手に嘘つかれて今僕めっちゃ号泣しそうです。涙止まらない。いや、涙止まらなくて。ああね、いや、冷めすぎでしょ。早っ。早っ。あはねじゃねえよ。ひどいな、ほんとに。相変わらず。じゃあ、ブロスターやろうぜ。神ゲームブロスターをやりましょう。はい、ということで、まひとくんとブロスターやっていきます。やっていきましょう。はい。キャラ何でいこうかな。レオン使っちゃうか。まひとさん、レオン。本気出したんすか。いや、マヒトさん、レオンめっちゃ弱体化したんすよ。あー、なんかアップデート入ったらしいっすね。そうなんですよ。で、逆にポコは強化されたんすよ。やったー、僕大好きなんで、ポコ。ねえ。で、しかも今度アップデートで新キャラも足されるらしいよ。いいっすね。どっち行く？下？とりあえずセンター行きますか。オッケー、とりあえずセンターね。俺らトロフィー500超えてるから敵も強いから注意して。了解っす、了解っす。あ、でも真ん中俺らだけだったね。あ、いる、左側にいたわ。上いましたね、左上行こっか。右上行ってみる。どうします、あいつ。大丈夫。あ、そいつ倒す、ワンチャン倒せそう。あ、ま、お、ナイス。はい、取れました。ナイス。あ、待って、やばい、やばい。あ、リスしたんか。あと400いけそうな。400だけど、そいつ危ないっすよ、 SR なんで。あー、あう、ぶねー。おっと、足が遅くなる。回復させる。待って、下、ありがとうございます。うっす。そいつね、ウルトの必殺、必殺技の回復力上がりましたからね、ここは。そうなんですよ、必殺技の回復力が上がっています。ポコ強くなるのはいいなね。攻撃範囲が広いんで初心者でも扱いやすいんですよね。確かに。右にいたやつやべえぞ、あれ。11は13。じゃあ13殺しに行こうか、上から挟んで。了解です、了解です。あれを最後に残られてしまうと、まずい、うわ、ごめん、ま、13やばい、力、火力高すぎ、やばいっすね。痛い、 SR が、まずいよ、頑張れ。きつすぎでしょう。13はや、16やべえ、やべえよ、やべえよ、このルート救いがねえよ、やべえ。無理だなこれ。2位、やった。2位か。あれで2位。でも俺たちの高評価バトルも2位だった。高評価バトルにも負けて、バトルには負けて、千の時代の敗北者じゃけ。敗北者、取り消せよ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。